藤枝守は日本の現代音楽の作曲家。藤枝守は耳の理解をはるかに超えた複雑で緻密な作曲手法は決して耳に居心地のいいものではなかったことから自身の創作を展開している。聞いて感じが良いものとは何か、それはなぜ漢字が良いのかといった二つの問いに答えることが藤枝の創作の根幹である。 初期の藤枝は調整に基づいたシステマティックなパターンを西洋音楽の古典にも適用し、古典のメロディを再現なく自身の草案したパターンで規制することによって音楽が生成されていた。この時期の代表作にピアノのための優勢の民話がある。調整的なパターンに特殊な変調を施した電子音楽もこの時期に制作された。 その後カリフォルニア大学サンディエンゴ文校では、ユアサ・ジョージ、フリオ・エストラダ、モートン・フェルドマン、ゴードン・ムンマ他に支持し、この地でハリー・パーチの43分割音律を知り、自身の音楽を調律の問題へシフトさせた。12平均律前世の前衛音楽の歴史に一石を投じることができるのではと考え、音律の変更が楽なこと、クラビコード、ショーといった、 楽器編成に変更して、電子楽器とは離れた。しかし、自身の使用する調律にはコンピュータが用いられており、古典から現代までに試みられた様々な調律を参照した自身の調律法で作曲されることが多い。近年では新たに提唱されたバッハ調律といったもので自身の作品を演奏するなどの試みも続けている。またインスタレーションにも熱心で、 実際の植物の電位変化をコンピュータ解析した結果でメロディを生成して楽曲を制作している。使用する楽器にもこだわり、植物文様を収録したピアノは通常使用される。ことの多いスタインウェイではなく、ペトロフが用いられている。現在九州大教授。作品 CD は小島録音、ゾディヒ他から発売されている。ありがとうございます。